はい、ということでね、山形駅の6番線ホームにやってきました。こちらがこれから乗る、阿寺沢線の、キハ101ですね。JR 東日本でよく見るキハ110の仲間なんですけども、一応阿寺沢線専用の形式ということで、まあ、101系と、101系というかキハ101ですね。そうなってますね。はい、で向こうを通っていくのは、山形新幹線ですね。新庄行きの E3 系。はい。では、乗り込みましょう。さあ、結構混んでる感じですね。閉めるな、普通の。が多くて全然撮影できない感じだったんですけども、まあとりあえず、これはフルーツライナーということでね、まあ、なんかフルーツラインを売りにしてるみたいなんですけども、まあ、この時期はねあんまりまあそれもわからないという感じ で、これがその101というか101キハ101ですね。はい、なんかワンマン普通となっていて、なんかちょっとそこの幕がねよれてるのが若干気になるんですけども、まあこんな感じ で2両編成なんですけども、まあ佐賀ぐらいまでは普通に席がほとんど埋まるぐらいには混んでますね。はい、でこれ車両はね、オールロングシートで2ドアというのが割と特徴で、まああまり見ない形式のものです。はい、で折り返しが15分ぐらいしかないんですけども、ちょっと駅前に今国道とかが通っているので、ね、その辺まで見に行きたいと思います。はい、ここは阿寺沢駅から、200メートルぐらい来たところですかね。阿寺沢駅の前の道をまっすぐ行って最初の、信号を左にちょっと行ったところですね。でこの道が、看板に書かれている通り国道458号線で、まあ大体ねこの400万台後半の路線は後から無理やり指定されたような道が多いんですけども、ここもねその例に漏れずという感じで、
ここは国道としても有名、あのひどい道と書く国道ですね、としても有名なところでね、なんでこんな道を国道にしちゃったんだろうっていうね、あの口で言うとそのちょっと分かりづらいんですけども、はい、あの国道にしては、かなり規格の低いね、狭かったり険しかったりする部分が多いという道になってます。この辺りはでもまだまともなところですかね。確かこの先に肘折でしたかね、肘折温泉、というところがありまして、そこを越えてから向こう側がね、あの特にひどい区間だったと記憶してますが、ちょっとわかんないですね。あのニコニコ動画のね、ゆかレイムで国道巡りでしたかね、それでちょっと見ただけなので、まあ、私もそんな詳しくはないんですけども、で、一応ここが阿寺沢の町というか、ここは大江町というところですね。はい、で、まあ先ほど阿寺沢駅の手前でもちょっと見ましたけども、この辺は最上川がすぐ近くを流れていまして、その周運でね、古くから栄えたところらしいです。はい、で、今、44分ですか、もうそろそろ、駅に戻らないといけないですね。なんか歴史的な建物がね、街並みが残ってるとかいうことで、なんかそういう紹介とかもありましたが、ちょっとわからない上に時間もないのでね、もう急いで、駅に戻りたいと思います。はい、なんかちょっとね、駅の中ですかね、駅に隣接する、施設ですね。これはなんか祭りが有名らしくて、その展示ですね。はい、まあ、あの列車まで、発車まであと3分なので、ちょっとゆっくり見てはらんないですね。結構力入ってますね。この展示ホールには、お、すごい、ここにも日立のパンフレットがあるじゃん。ここが先ほど撮れなかった、シュータムですね、阿寺沢線の。もう先は完全に駐車場とかで、のぼす気は全くないという感じです。でこちらが先ほどの折り返しの、キハ101ですね。もう完全に阿寺沢線専用の運行、という感じになったんですね、これは。はい、では乗っていきましょう。
ということで、北山形駅で下車したところです。結構やっぱ乗り換え駅ということもあって降りる人がいますね。はい、で今向こう側には仙山線の列車が来て、これも同じ線路に入るんですが、どっちが先に出るんでしょうね。これはで、私はここからね、奥羽本線に乗り換えて、新庄方面に向かいたいと思います。フルーツライナーなんか行くときはね、ちょっと混んでてあまり車窓も気にかけてなかったんですけども、今回のね、帰りでは結構果樹園とかもね、いっぱい見えて、本当にフルーツライン的なね、名前ちゃんと合ってるなという感じがしましたね。はい、まあ、山形といえばさくらんぼか洋梨かといったところですけども、これからね、まだ3月なんですけども、4月になればね、桜の花が咲いたりして、結構綺麗になるんでしょうね。